とことん読み込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていきましょう。これ、航海員のクロスボウ、ほぼ初めて使いますね。カスタムしてみました。虚無、リフレッシュ、長弾、クリティカルですね。リフレッシュをマルチショットでもいいかなと思うんですけども、まあこれで行ってみましょう。行く場所はここですね。サンゴの丘のデイリーチャレンジ、報酬がアーティファクトとなってます。欲しいアーティファクトがあるんです。それが森の矢筒ですね。今持ってる森の矢筒が252なんですよ。弱い。なのでこれの強いやつがめちゃくちゃ欲しいです。では行ってみましょう。それでは行ってみますね。あんまり倒せないな。もうちょっと倒していけるかなと思いきや、あんま火力、そうね、いやまあ味方回復があったからか。今のは味方回復なければ、まあまあそれなりのダメージはあるはずだよね。これ味方回復が鬱陶しいのよ、これ。でも今回の変更点に味方回復がつきやすいっていうのはないね。たまたまか、たまたまです。 OK。 いや味方回復多くない？やたら味方回復がついてるんですけどね。なんだこれ。これがあると本当に戦いにくいのよ。よし、 OK、 行きましょう。いやでもなんか思ったほど火力がねえなもうちょっと火力あるかなと思いきや、通常ではそんなにない。あの森のやつを使えばまあそれなりの、いやそうでもねえぞちょっとはマシになる感じか。いやいやいや、森のやつつけても意味ないよこれ。まあまあ矢をたくさん使えるっていうだけで森のやつの意味があんまない。 OKOK。 いや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 、これむずいな。この装備ではちょっとよろしくないわ。確かに集中で打つと、まあまあまあ動きはいいよ、矢の動きは。でも火力が点でない。こんなもんだったか。もうちょっとゴリゴリいけるもんかなと思いきや、そうでもないねいやこれちょっと残念だな、マジか。まあまあとりあえず進んでいきましょう。いや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 、大して強くない。あ、これだ、パワーポーションだ。パワーポーション取ればそれなりに倒していける。でもまあそれなりぐらいだ。うわやーべ、めちゃくちゃなやつついてるな。トゲと変更、帯電、凍結。狙いはアーティファクトなので洞窟には入りません。キャプテンは今のところいませんね。やっぱりあの洞窟の中に全部いた感じなのかな。いやーめんどくせえこいつめんどくせえ。よし行きましょう。あとはまあまあクリアするだけなんですけどね。 OK、 いきまーす。やっぱりハープーンは通常ではそんなに強くないね。もうちょっと強いかなと思いきや、そうでもない。やっぱ火力がないのよね。確かに若干ね便利ではあるのよ。海の中で確実に飛んでいくんで
便利ではあるんだけども、火力としては全然よろしくない。ここまで弱いか。やっぱ他のね弓が強すぎるのよね。だからあえてこれを使う必要もないかなっていうところです。マルチショットつけばちょっとは違うのかな。どうなんでしょう。海の中では動きがそこそこいいからそれなりに使えるっていうぐらいだけども、通常のね陸地でこの火力だったらそこまで使う必要はないっすね。オッケー。危ねえ危ねえ。こんな感じだもんね。速射入れればちょっと違うか。いや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 、そんな変わらんよ。はい、おしまい。ではボス倒しておしまいですね。この辺に置いとけ。久しぶりにこのステージしたな。やっぱこれ動きがね悪くなるんで、あんまり好きなステージではないんですよね。オッケー。いいんじゃない？ブラガーディアン。いやー。今クリティカルが出た時は500万ぐらいダメージ与えるんで、それなりだけども。いやいや、こんなもんだよ。はい。クリアです。報酬は森の矢筒でお願いします。それでは、お願い。まあね、森の矢筒は良かったよ。254だけどね、火力どれぐらい違うんだ、ちょっと比べてみましょう。252で、155万、それが169万か。じゃあ256だったら、190万ぐらいはいきそうだね。よかったんじゃないっすか。で、ちょっと気になったんだけどが、あれだよね。ハープーンで通常攻撃するのと、森の矢筒をつけてハープーン撃つのってあんまり変わらなくない？あ、ちょっと待って、虚無が入ってるからちょっと分かりづらいな。まあ連発すればいいか。96万とか120万でしょ。これ森の矢筒を入れていくと、あ、若干上がるんだ。火力若干上がる。でもこれ169万だからね、普通の弓で撃った方がいいじゃん。普通の弓で撃った方が、いやいや、そんな火力出ない。なぜだ。わかんないですけど。はい。まあ、とりあえず今日はですね、これ、高火炎のクロスボウを使ってみました。弱かった。あえてこれを使う必要はないかなと思いますね。報酬は良かったです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。